サビー・ピシテリは、アメリカ合衆国の元アメリカンフットボール選手であり、プロレスラー。フロリダ州ボーカラトン出身。WWE の参加団体である、NXT にて、ティノ・サバテリのリングネームで活動。弟のシェーン・スワップことシェーン・ピシテリも、プロレスラーである。学生時代より、アメリカンフットボールで活動。ボカラトン高校在籍時、セーフティとアイドレシーバーを担当。 オレゴン大学進学後、2004年より、ストロングセーフティとして、レギュラーの座を奪い、12試合に出場。2006年には、オールパック10の、ファーストチームとして選出される。2007年4月、NFL ドラフトにて、タンパベイバッカニャーズより2巡目に指名され入団。ルーキーシーズンを3試合に出場し、2タックルを記録。2008年、15試合に出場。 そのうち5試合を先発して40タックルにインターセプトを記録して、レギュラーとしての足がかりをつかむ。2009年、16試合のうち15試合に先発出場。66タックル、14タックルアシストを記録して、ストロングセーフティの位置を確立。2010年、11試合に出場するが19タックルと2009年より数字を落とし、FA の資格を行使して、 クリーブランド・ブラウンズへ移籍。移籍後、5試合に出場するが3タックルと定調に終わる。2011年8月4日、カンザス・シティ・チーフスと契約を交わし入団。16試合に出場して28タックル、6タックルアシストを記録。2013年4月、ジャクソンビル・ジャガーズが開催したトライアウトに参加。しかし、契約するまでに至らず引退を迎えた。 2014年10月、アメリカのプロレス団体である WWE とディベロップメント契約を交わし入団。育成施設である WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始。2015年4月、WWE の参加団体である NXT に昇格。同月4日の NXT ライブにて20人、バトルロイヤルに出場。以降、ティノピシテリ。 アンソニー・サバテリ、ティノ・サバテリへとリングネームを変更。11月21日、NXT ライブにて、スティーブ・カトラーと対戦し、プロレスラーとしてのキャリア初勝利を飾った。2016年10月12日、NXT のダスティローデスタックトーナメント、クラシックにて、リリック・モスと組んで出場。TM61 と対戦。中盤にはソーンを長時間捉え。 ロープ越しから飛んで攻撃を仕掛けてきた際には、パワースラムを決める場面も見られたが、最後に TM61 の合体技である、サンダーバレーを暗い敗戦した。ありがとうございます。